ご苦労様です。ご苦労様です。せーの、パパのビーズです。はい、ということで相方さんが今ちょっと無事に没頭している中、企画をちょっと進めさせていただきます。企画なん？企画なん？あ、でもないけど。昼ご飯食べよう。食べるわ。あんたあげてる隣で私も自分にミルクをあげる感覚でちょっと、はい、自分にご飯あげて。ごめんなさーい。あんたが、うん、YouTube で食べてた、うん、ガストのさ、このあーね、サラダうどん、ね、サラダうどんをさ休止中に頼んでみてん、うん、で食べてんか、うん、バチクソうまくてやろう、やばい、ほんまにめっちゃ美味しいの、やばい、サラダうどん、ガストのなあ、でなんかどこのサラダうどんよりもこれうまいよな、美味しい、ネバトロ、うん、ネバトロ、ネバトロサラダうどんだけ、いただきます。いやー、あ、ごめんなさい、猫？いや、聞いたことあらへん、こんな猫、絶対猫ちゃん、ほんのやんな、まあ、うまっ、あ、そうや、ねえねえ、聞いてよ、何？何回かあんたに家に訪ねようとしたぐらいさ、うん、この活動休止中、結構落ち込んでっていうか、なんかメンタルやばくて、うん、メンタルやばいんよ、俺普通に、メンタル、また失恋、失恋じゃない、そういうのじゃない、じんじん一人の力の弱さ、うん、というかこう目に見える、突然のこれほんまに、うん、なんか目に見える、うん、こうじんじんの、うん、仕事でってことや、パパラピーズを活動休止してから来る不安から始まる、一人で活動していく上での、はいはいはい、こう結果というか、あ、目に見える結果が、うん、こう、目の当たりにするわけやんか、マスやな、ここ3ヶ月か言うて、3ヶ月やんな、丸3ヶ月だよ、3ヶ月、そうそうそう、個人チャンネルとかもさ、再生数とかもさ、出たりとかさ、まあ、自分の方向性とかをめっちゃ考えてたんよ、はいはい、ちょっといい機会になったわけ、なんかパパラピースとしての活動をずっと当たり前にしてきたけど、はいはい、やっぱさ、結局はジンジンとしてのさ、うん、一人のなんかタレント、うん、としてのこうなんか見え方をあんまり考えてなかったわけ、うん、今まではね、そう、それを考えるいい時期やってにらった、そう、なんか俺ってマジで必要とされてないというか、うわって言うの、3ヶ月で、だから今言ったようになんか再生数とか、あ、個人チャンネルってこととか、いろいろもうなんか SNS とかもう数字にあんまとらわれなかったわけ、とらわれたらあかん、ほら竹パラム言ってるやろ、そうなの、見た目なんだけど結局数字に現れるやんか、まあそれはそう、こういう仕事はな、全部数字、そうなのよ、数字にね、そうそうそう、っていうところで今まで田中がの2人でやってきたコンテンツを3ヶ月間1人でっていうところで、はいはい、全部逃げれない状況やったわけ、あ、人事1人だったから全部自分に、全部自分に返ってくる、田中側に頼れないしっていう、だって人事の、いや人事のあれやもん、まあ、っていうところでブワーってなって、うん、で投稿頻度もめっちゃ下がって、確かになんか個人チャンネルさ もっとやるんかなって思ってたけどさ、いやもうそのあれやって、全然上げてなかったよね、怖い、もうなんかそれ見たくないというか、もうそう逃げたいみたいな、なんかもう多分投稿してもあれだなみたいな、現実逃避したい気持ちになった、めっちゃそれ、でも自分的には動画とか、うん、なんか別に面白いって思ってってる、はいはい、っていうか、それなんていうのかな、編集してても、うん、テンション感とかあんま変わらへんし、うん、な、何がこうあれなんやろうって思うぐらい、うん、まあでもさ、もうこんなんさ、パパラだけに限った話じゃなくてさ、うんうん、正味、もうめっちゃ規模大きく言うとさ、うん、アイドルとかでもさ、うん、アイドルグループの曲がさ、うんうん、ソロの曲なんかさ、当たり前にグループの曲が売れるに決まってるやん、うんうん、みたいなもんなんじゃない、だってさ、そのグループが好きな人ってさ、そのグループが好きやから、その人の個人だけに興味ある人ってなったら、まあまあまあ、めっちゃ絞られるやん、やっぱもうなんか、ほかもう全体的な図がそうやと思う、どこのあれでも、はいはいはい、だってその、言ったら箱推しみたいなもんやから、基本がそうだよね、だそれが個人に流れるってめっちゃ難しいの、だいぶ少ない、うん、と思う、自分もだって個人チャンネルとかで思うもん、普通に、あ、やっぱ個人になったら自分に興味ある人しか来えへんから、うんうんうん、ってなったらだいぶ下がるよなって、パパラピーズの視聴者というよりかは、うんうん、やし YouTube とかって特になんか、うんうんうん、まあ、急に重たい話、重たいっていうか、まあ、悩みごめんね、いやマジでやばかった、インスタとかやったら分かりやすいけどさ、
その YouTube 見てる人全員がインスタ見るわけじゃないやん。だから YouTube を見てめっちゃほんまに好きな人たちだけが インスタとか Twitter もフォローしてくれるわけやんか、うんうん、みたいなことと一緒じゃん、うんうん、個人チャンネルって。そっから、うん、他のインフルエンサーさんとかのやつも見て、うん、比較しちゃうようになって、うん、全然ダメやん俺みたいな、そういうムーブが今わーってきて、もうやばい今もうやる気が、正直もうもう無、やる気ないわけよあなた、もう怖い、もうこれぶっちゃけるともうインフルエンサーとかいいかなと思っちゃった。あ、そんなそこまで落ちた、結構落ちた。へー、マネージャーにも言ったもん。あ、マジで多分自信ないですってなっちゃった。でもパパラピーズの活動早くしたいみたいな。あ、だからパパラやったらまだもっと、ま、別だな。もう2人でのあの感じをやりたいみたいな、一人の活動がやばいっていうことを言ってる自分も嫌やね。結局田中がおらんの無理な自分やんっていう。どこに田中がおんねんけど割と気まずめの話かも。あ、ごめんなさい、まあ、でもそれはな、コンビの活動で輝ける自分が嫌すぎて、うん、え、そのなんか数字は絶対ない。や、数字だって結局そこでみんなが見てもらえてる、ありがとうありがとうございますみたいなさ、なんかまずジンジンがこういうコンテンツを上げています、うん、個人 で、うんうん、でこういうコンテンツを上げているから面白いから見てみようっていうところまでまだ行ってないからなんじゃない。で新規を取りに行こうとしてないよ、だって、うん、確かに今知ってる人たちが見てくれたらいいやってやってるからそういうムーブになるだけで、新しい人たちに向けた動画作ったら別にまたそれは自分が一から頑張ってるから別にまた違くない、まあ、心境が、新規を取り込むようなコンテンツではないかも、うん、そんなずっと今までのそうやったら、そんなんだってもうパパラもさ年々さそんな減っていってるのなんて当たり前やん、見る人が少なくなって。でも自分らはさ別に新規に向けた動画をやってるかって言ったらやってないからそうなってるわけやんか。うん、だからもっといろんな人を見てほしいんやったらまだ知らんくて今からハマってくれる人を取り込むしかなくない。新しいことをさ、うん、やっていく必要があるっていう、まあ、課題なのかな、うん、自分が本当に楽しいと思えることをね、うん、するっていう、うん、じゃあその新しいものって何ぞやっていうところから考えるよな、うん、あかんのほんまにねえ、それなっていう悩みがあって、うん、ずっと人間も活動をいただいてお仕事だけやって、うん、ちょっとお休みって感じだった人事も、うん、実は、うん、これと全然個人チャンネル上げてないけど、なんなら私の方が上げてんちゃうんかぐらいやった気がするねんけど、どう？それはない。それはない。ガガの方が上げてるとかはないけど、まあでも多くはないかも。まあ毎日投稿ぐらいのレベルでやるんかな。そうなのよ。めっちゃ最初だけは、最初ら辺は上がってた。1ヶ月目は多かった。うん、なんか人事って何みたいな、めっちゃ。なってた。それはあんま読むことないから世間からの需要の話やろ。うん、なんでも自分がじゃあ宣伝活動したんかって言ったらしてないやろ。宣伝活動、うん、まあでも SNS も TikTok もやっとるし、うん、じゃあこの動画見たいと思うようなことした？一応してる。毎動画毎動画やってますか、ここが見どころですよみたいなとか。まあね、そうやってほんまに伸ばそうと思えたらそれぐらいしやなあかんねん。なんでちょっとあかんで。わお。ということです。そうね、確かにね。うん、確かにね。そう、ほんまそういう感じで頑張りたいんやったら、うんうん、まあそこまで知ったらいいんじゃないかなと思う。ほんまよな、うん。いつまでも2020年の一番さ、パパラピーズがパーってなってた時のさ、うん、自分をさ、うん、こうたまにね、うん、懐かしいなって思うけどさ。マジで？うん。なんか恥ずかしくなっちゃう。なんで？あの時の自分がいるから。後ろめたいってなっちゃう。え、あの時とでもやってること何も変わらんで、せやねん。あの時はたまたまみんなが見つけてくれただけで、そうなの、たまたま見つけてくれたみんなのおかげやねん。うだから変えなきゃいけないねん、自分らが。せやねん、ほんまに。うまっ。うん、めっちゃおいしい。パパラのやる気がないわけではないやろ、うん、早くやりたかったってことだよ。パパラピーズが早くやりたかった、だからね。人事としての、あ、活動だ、活動にちょっと、でもなんかやっとったよ、歌とかさ合唱なんかやっとったよ、テレビの、うん、個人のお仕事とかもね、いろいろあったんちゃう、うん、そういうのあるんですけど、
メインは YouTuber じゃん。まあね、そこの軸がブレちゃったらなんかもう全部自信が持てなくなっちゃうから、あー YouTube で、そうそうそう、ね、パパラピーズとして活動してた時は、うんうん、パパラピーズだからっていう風にあったから。でも私は逆に仕事したくてもできひん期間やからさ、うん、私もやりたかったもん。出てほしかった。みんな来んなきゃ。どんなんやったっけ、歌って。ロマン飛行トランク一つだけで。でもな、あれはほんまあのパパラでって言われてた。そう、パパラピーズで。そうけど私は妊婦やったから。そう、しかももうその時割とお腹でかかったからさ、深夜練とかちょほんまちゃんとあるような、もうガチな練習、ちょっとフジテレビのスタジオで、うん、でも見てていいなと、こっちは逆にこっちはこっちで思うわけだから。そうそう、自分らの冠番組やのに自分おらへんのちょっと嫌やなって。はい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 。あんまなんか仕事ずっと休むとかがないから、うんうん、そうね、今まで、うん、なんか体調崩して休むとかもほぼなかったと思うよ。うん、ないな。逆に変な気持ちだから、うんうんうん、だからもうちょっと今はパパラピースとしてもう活動再開したから、うん、今新規さんをちょっともう取り込むっていうところを今パッと今いただいたし、やんの？いただいたからやるからにはさ、何パパラで新規取り込む、取り込みたいよ。どうやって取り込む、取り込みたくない。活動休止したらなんか熱量違いすぎてびっくりする。やっぱりちゃんとしたい。やっぱエビあげる。え、嬉しいかも。せいのせいでありがとう、ありがとう。はい、これ粘ってしてるの、これオクラなの。オクラの粘りと、あと山芋、長芋、長芋入ってんのこれ。入ってるよ。おいしい。これを、うん、ガガに、うん、か休止中によくあのちょっとガガ聞いて感じ言いに行こうとか、うん、ちょっと思ってた。うん、でもこんなね、あんたも大変やから。知らんわーって言って終わるかもしれん。それ言われた。知るかーって自分で頑張るっていう。結果はそうやね。うん、結果はな。だってあんたの個人チャンネルの話やろ。その悩んでること、まあ、自分の個人の人人の個人のあれやろ。そう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 。やったらもう自分で試行錯誤して頑張りなさいよっていう。パパらやったらやるけど。うわ、そりゃそう。ちょいちょい言っとるけど、うん、マジでダイエットしてから、うん、マジで思んなくなりました。めっちゃ言われる。それだけはほんまに意味やから。マジでほんまに。じゃあその人たちは、ジンジンがデブやから笑ってたんか今までな。ほんまやね。あんたらはジンジンが太ってるから笑ってたんか。そこ以外で笑うとこなかったんか。ほんまほんまに、マイマニ、そう思んないやんけ。ほんまにほんまにマイマニって。もうマネージャーにどこまでダイエットするんかっていう心理の話とかにもなって、ブランディングとかもいろいろな、はいはいはい。まあ、自分もデブキャラは美味しいと思ってるから根本、標準体型にはなりたいとは思ってないんですよ、うん、でそこはもうあの共通認識持って、うん、でもまだちょっとこのお腹が出すぎてるんですよっていうところで、僕はこのお腹をちょっともう少しだけとかっていう、もう細かいところを言えばちょっとまだ出てくるんですけど、まだダイエットちょっとだけ続けたいなとかって思ったりもするんです。あくまでカリカリになりたいわけではない。カリカリは無理無理無理。だってマシュマロジンジンプニプニプニめっちゃ可愛いポジションやんけ。大丈夫、カリカリにはなられへんから。そうやな、もう難しい話やし、根本、ね、そうな、根本よ。だから安心してくださいっていう話、うん、だからでもなんか、なんか食べてるとかっていう風に言われて、うん、やっぱカリカリになっちゃうんじゃないかっていう、半年で25っちゅうなスピード感的にはさ、やっぱみんなびっくりしちゃうもんで、そこは安心しや。一般の人が5キロぐらい痩せたのと一緒や。うん、なんか前は全然さっき若い、3キロ若い、言い過ぎ。一般の人の5キロは言い過ぎ、もっと頑張ってる。もしかして待って、1キロ、うん、一般の人のじゃあ8キロでしょ。8キロ、うん、ほらな、10キロはちょっとやりすぎ、やりすぎ、うん、10の手前の8ぐらいはリアルかも、うん、やな。俺最近はマジで XL とかやもん。だってザラとか全然、あんたザラ入んの？もうザラで着てんだよ。ザラズボンがめっちゃ入る。ザラ、ほんまに、うん、ザラ、うん、
ビビるやろ。びっくり。ほら、びっくりしてる。ジンジンもちょっと端からこう、うん、別のジンジンじゃない人だとしてジンジンを見たときに、うん、まだ丸の方がおもろいのかな、際立つ。あ、ほんま。ちょっとした行動が丸の方が、うん、まあ、分かりやすいし、ね、よりおもろいから。まあ、だからジンジンは結論デブやったからおもろかったってことだね。っていうところもあるかも。うん、で、言ったやん、俺田中がに、うん、俺の最近のさ、インスタ鼻につかんで、そう、突然な、なんか何の時、何もない、普通に多分家に遊びに来た時に最近俺、調子乗ってねって言われてさ見て、これ、なんで自分で乗せて自分であかんの。なんか、うぜぇ、おしゃれぶってない。ジンジンがおしゃれぶってるなんか、そんな今の話な、始まった話しちゃうやんな、こんな。それもそれでほんま、2000何年からやってんのって話やばいし。なんかそれが加速したみたいな。大丈夫やって、この辺でもおしゃれぶってるから。まださ、丸だからさ、おしゃれ切れて、おしゃれぶって切れてないみたいな感じやったやん。でもちょっとおしゃれぶってるやん、アラジンのくせに。懐かしい。でも見て、なんかおしゃれぶってんな。でも確かにこん時思い出してほしい、これの何がなんなんていう。確かにほら、こういう時思い出して、そういうのをもう今になったら撮れへんもん。でもこの時の2019年のジンジンの頑張ったおしゃれの撮り方これやからね。見えない、何言うの。ジンジンこれ2019年頑張ってこれやから、あんたこれ時とはまた別やわ。もうこんな韓国アイドルと撮り方一緒やん、こんなで、うん、エンゲージが一番低いのここ最近で、これが求めてないっちゅうことや。せやねん、みんなこれを求めてるっちゅうことや。何やねんこれ、もう誰やねんお前っていう。需要と供給合ってないねジンジン。合ってない。でもそれなら今に始まった話じゃない、もっと昔から言ってるやん。もっとあんたはこういうことのしちゃう方がいいよって。どうすればいい、このジンジンの心とみんなの共有、うん、やりたいこととみんなのやってほしいことと の違いな。ちょっとおしゃれに問いたい自分が本当嫌なの。じゃあおしゃれしてるねんけどどこか違うっていう、にして毎回みんなに間違い探しみたいになってもらったら、あで全然違うとか言われて、うん、それ本気やねんけどっていうのとか。ふざけるよ。でも逆にさ、だってさ、インスタでさ、ふざけて伸びる人なんかさ、その方がレアやねんからさ、そっちや、ね、そっちやればいいよ。そっちにやろうかな、俺。振り切れよ。ほんまそれ、振り切れよ、マジで。何7年目にしておしゃれぶっとんの。ほんまそれ、マジで。うっとうしい、なんか YouTuber ってさ、よくみんな垢抜けるやんか。うん、それになんか俺もさ、なんか勉強してない。でもあんたも垢抜けたで。ほんま？顔面とかは、それ垢抜けてるよ、どう考えても。もっと言って。ほら、そういうとこ。じゃあジンジンはもうその絶対ボーナーでふざけインスタにして、うん、なんかもう康二佐藤とかローマ字でもう一個インスタ作って、そっちでおしゃれぶりや。フォロワー200人とかかもせんけど、もしかしたら康二佐藤でやり、本名って康二佐藤でやり、康二佐藤、うん、佐藤で、ローマ字表記したら U がなくなるもんな、康二佐藤、康二佐藤でやり、ダッサおしゃれ。インスタとかむずい、年々難しい、私も。なんかもう何載せたらいいか分からへん。ほんまに？うん。ガガはなんかそのあんまりラフな感じのイメージ、最近。あ、最近の日常とかやろ？そう。家の中で、ウィーンみたいな。うん。でもその方が、なんか、ぽい。ほら、ジンジンよりも田中の方が全然、なんかぶっ飛んでるっていう。なんかぶっさいくって言うらしい。当たっちゃったー。なんて言おうとしたか。違う。それぶってないの。今考えたらぶってない。違う。ぶーから始まることが。お前やばすぎ。ほんまにやばお前。大丈夫。私もめちゃめちゃぶってるから全然。違う。あんたはぶっていい分類やんか。みんながロールモデルにしたがるような感じの女性やんか。どこロールモデルにする。ジンジンはなんかもうロールパンにしかしたがらんようなさ、人類なのにさ、でしょ。私の妹メロンパンナ。私はロールパンナちゃん知ってる？ロールパンナの妹、メロンパンナちゃん。そうやけど、ロールパンナちゃんのキャラクター変わりすぎやから、ほんま。そうだ、クールだ。喋らへんやんの。うん、ほぼ喋らへん。私はロールパンナってちゃうねん、ほんまに言わへんね。から、
ロールパンナはメロンパンナのお姉ちゃん、ちゃんちゃちゃ、さあさあみんなでさあさあ散歩、さんさんさん太陽がさんさんタララちゃんちゃん、アンパンマン、食パンマンに、カレーパンマン、チャンチャン、サーサー、サンリン、サーサー、チャンポン。はい、終わり。解散。マジで終わり。バンされろ、今ので。別にええわ、もうパパらがこれでバンされても。さようなら、お疲れ様でした。本当にやってらんないね。活動再開したの間違いやったかもしれない。いやね、本当に。本当に教育に悪いから目を塞いでな。お前でどないすんねん、ほんま喋り出して全部覚えねん。絶対やめてな。